ターキーパニックは2018年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督、主演はアイク・バリンホルツが務めた。本作はバリンホルツの映画監督デビュー作でもある。本作は日本国内で劇場公開されなかったが2019年8月7日にデジタル配信されたパラレルワールドのアメリカ。ホワイトハウスは感謝祭の日までに 大統領への忠誠を誓う宣誓書に署名せよという命令を全国民に通達した。進歩的な考えを持っていたクリスは署名を拒否するつもりでいたが、それが原因で妻の刑にまで悪影響を及ぼすのではないかと苦悩していた。そうこうしているうちに感謝祭当日を迎えることになった。クリスは親戚を招待して晩餐会を開いたが、どんなに政治の話題を回避しようとしても、 いつの間にか先生書の話題になってしまうというありさまであった。当然のごとく一同の間には気まずい雰囲気が漂うこととなった。そしてその場に二人の政府職員がやってきたことからかえって議論は白熱することとなった。ついには暴力沙汰にまで発展してしまった。2017年9月、アイク・バリンホルツが新作コメディ映画で映画監督デビューを果たすとの報道があった。 12月、ティファニー・ハディッシュ、メレディス・ハグナー、ジョン・チョウ、ビリー・マグヌッセン、キャリー・ブラウンスタイン、ジョン・バリン・ホルツ、ノーラ・ダン、クリス・エリースがキャスト入りした。本作の主要撮影は同月中に始まった。バリン・ホルツが本作のアイデアを思いついたのは2016年の感謝祭の日であった。その年の大統領選挙で共和党のドナルド・トランプが大統領に選出された。 その後、バリン・ホルツは感謝祭のディナーで、母や兄とアメリカの今後について話し合った。その時、彼は、ここにいる三人は同じ立場を共有しているが、他の家庭ではどうなっているのだろうかと考えた。そこから、本作の着想を膨らませていったのだという。2018年6月、ロードサイドアトラクションズとトピック・スタジオズが、本作の全米配給計を購入したと発表した。 9月5日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。25日、本作はロサンゼルス映画祭でプレミア上映された。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマトズには85件のレビューがあり、批評家支持率は62%、平均点は10点満点で6.06点となっている。サイト側による 批評家の見解の要約は、ターキーパニックは、党派対立が激化した今日の政治情勢を愉快かつ、鋭い風刺へと昇華させている。動作における風刺は的を見事にいており、観客に居心地の悪さを覚えさせるものの、それ以上のものを体験させてくれる。となっている。また、メトクリティックには27件のレビューがあり、過重平均値は58、100となっている。 ありがとうございます。